はい、こんにちは、ゆびです。ナスの畑に久々来たんですけど、えらいことになってますね、これね。ナス畑です、これ全部。全部というか、ここナス畑です。はい。あれ、ナスがどこにも見えない。どこにも見当たらないっていうね。ナス畑です。ここを見てもらうとわかるんですけど、よいしょ。このね、あの、支柱と支柱のこの間、こう覗き込んでみると、ナスここにあるんですよ。ここにあります。ナス。ほらほら、これ。これな、ナスの葉っぱ。こっち雑草。雑草。ナス。あの辺もナスかな。ね。いやよく育ったな、ほんと。はい、雨降ってきたりしてますけど、とりあえず、草刈りしてきます。とりあえず、作戦としては、通路のところを常用まで走って、ナスが浮いてある、そのね、マルチのその際のところはチップ層でね、買っていこうかなと思うんですけど、で、ここの畑、換水ホース入ってるんですよ。立ち上がり入れてまして、で、それをね、ちょっと常用までやっちゃうと危ないんで、まず、それがね、どこにあるかっていうのを確認しながら、ちょっとやっていきたいと思います。ナスの間のこれですね。ちょっと待ってよ。冠水がね、あったこれですね、これ冠水。足でね、こう踏み分けると、はい、こんな感じで、冠水ホースあってマルチの中入ってっていう。ああ、ナス、なってるな。なってるなっていうか、わかっているけど。はい。もう、ちょっとこれは収穫できないナスなんですけど。いやー、こうしてみるとすごいな。この絵すごいですね。あ、なんか神々しい。ナスが神々しいな。いやー、他見てみます。はい。こんなんが向こうの奥の方まで続きますんで、これ気遠くなるな。ちょっとここの通路入ってみましょうね。いやーこれやばいな。まだこれ支柱があるからね、ここ通路って分かりますけど、なかったらこれ全然分かんないね。やばいっすね、これ。ほらほらほら。これ以上進むのはあれなんで、引き返して、素直に草刈りしてきます。狭いな、ここは。いや、
まだまだね、向こうの方まであるんで、頑張ります。はい、乗用モアで、とりあえず、すべての通路、一回こう走りましたね。はい、こんな感じです。なんかブドウの垣根仕立てみたいな、ワイン用のブドウみたいな、なんかそんな感じになってるな。いやー、結構、まあ走るの楽なんですけど、やっぱ緊張しますね。本当にここを走っていいのかなとか、パイプとかね、そういった旗艦も、傷つけないようにって思うと。今度はですね、カルバライで、ちょっとこうね、買っていきます。チップ層にするか、ナイロンにするか、ちょっと迷うんですけど、やっぱ太いね、セイダカとかあるんで、それちょっとナイロンじゃきついから、ちょっとチップ層使います。で、チップ層であっても、なんだろう、ジリワでからず、ちょっと高刈りでやります。なんでかと言ったら、もうマルチ、ビニールマルチやっちゃわないようにっていうことで。で、過去にね、やっぱギリギリをカリバレでこう買った時に、マルチバシッとこうやっちゃうじゃないですか。で、中にハタカンじゃない、乾水ホース、ビニールのホースがこう通ってるんですよ。それやっちゃうとね、もうほんと乾水もね、そこを修復したり、ああ、あっちも修復、ああ、あっちも修復ってね、なんかいろいろそういう手間があったんで、とりあえずちょっと高刈りでやります。あれなんですよね、僕のいた法人って雨の日が草刈りだったんですよ。雨だから草刈りみたいな。だから全然雨の日に草刈りはあれなんですよね。全然抵抗ないんですよ。ざっとですけど、借りました。借り払いで裾を買って。まあね、ようやく、ナスの全貌がこう見えてきたって感じですね。もうほんと、綺麗には借り切れてないんですよね。しっかりと。だけど、まああとはちょっと足で押さえながら、ナイロンカッターとか入ったので、細かく切ればいいのかなって思ってます。買っていけばいいのかなと思います。もうね、ナスに傷つけないようにって思いつつも、やっぱりね、ビシッとこうやっちゃってるやつとかあったりするんですけど、よっ、はい、見えるかな。本当はね、まだまだこんなにあるんですけど、ちょっとね、僕納品行かなくちゃいけないんで、もう夕方ね、もうちょっと5時前で納品行かなきゃいけないんで、これ続きまた別日でやります。はい、日付変わりまして、翌日になりまして、やってきます。また雨なんですけど、ね、今日こそ、全部これ、カリバライで全部綺麗にしていきたいと思います。さっぱりした様子見せられたらなって思うんで、はい、やってきますよ。なんだかんだ、3時間ぐらいかかりましたけど、どうすか、気になったんじゃないですか、これね。ちゃんとナス、生きてました。ねえ、よかったなぁと思って。
やっぱちょっと大きくなっちゃってるナスとかもうあの辺もうボケてるんで、一旦ねこの後、ナスバサバサと切って、これはね全部廃棄しちゃおうかなと思うんですけど、とにかく木が生きててよかったなって思いますね。いや本当雨の中の草刈りって結構大変ですね。この暑い中だとね、雨で濡れてるのかそれとも汗で濡れてるのかよく分かんなくて、まあなんとかなんとか、はい、無事に刈り終えました。まあ、今後のナスの作業はね、特に撮影しないですけど、草刈りは、まあ、こんな感じで終えられたってことで、はい、頑張ってブドウの作業終わらせてからナスやれたらなって思います。はい、終わります。はい。